こんにちは、村岡美里です。今日はお待たせいたしました、購入品動画ということで、最近私がリアルに購入したお洋服を紹介しようかなと思ってたんですけど、私がね、今回買ったお洋服がなんと黒のハイネックにレイヤードするお洋服ばっかりで、最初から着とこうということで今着ております。ブームなんでしょうね、ハマってるので、まあ、そんなこんなで見ていただければと思います。はい、ということで一つ目のコーディネート、購入品はこちらでございます。はい、こちらも最近買ったワンピースなんですけど、私のね大好きなドレスレイブというブランドで買ったワンピースでございます。結構インスタとかでも目をずっとつけてて、でも実際着てみたいなと思ったら、ロングブーツと合わせた時にすごく可愛い丈感だったんですよ。足首がねちょっと見えるぐらいの、なので、まあ、冬こんな感じで着たいなと思って購入しました。でね、このツイードと横のねこの光沢感のある生地の異素材感がシンプルながらもおしゃれだなと思って買いました。でしかもこれね、後ろはこういうデザインになってて、ひっくり返して前後で着用することもできるので、まあ、印象も変えて使えるかなと思いました。でこの、履いてるロングブーツはこれもねめちゃくちゃお気に入りで、リエンダのロングブーツでございます。これもまた形がね可愛くて、私このヒールがすごい好きで、これね平らとかフラットなヒールなんですよ。可愛い、すごい好み。はい、次はですね、リムアークで購入したワンピースなんですけど、こちらもずっと目をつけていて、やっと購入できたワンピースだったんですけど、見ての通り結構張り感があって、体とお洋服の間に余白ができる感じがすごく可愛いなと思ったのと、あとこのね絶妙なカラー、ブラウンっぽいような色味も入ってて、すごくシックにまとまるのも可愛いなと思いました。そしてねこの刺繍もハイセンスな柄感で、一気にモードな雰囲気で着用できるなと思いました。深綿なのですごいあったかいです。結構まだ今の時期ぐらいだと、これにインナー着てるぐらいでアウターいらないぐらいだいぶあったかいので、当初はインナーなしで着てたりもしてたんですけど、まあ、今ぐらいだと見た目的にもこうやってインナーを入れると可愛いのかなと思いました。これはまあ普段もたまに着たりするんですけど、普段っていうよりかはちょっと人前でお話しするときとか会食とかいうときに使いたいなと思ってるワンピースでございます。なんかねたまにいりますもんね、こういうちょっときれいめでいきたいときみたいな、そういうときにいいかなと思って購入しました。じゃじゃーん、これはリエンダのワンピースで、タツタイプになっているので全部下まで開けてちょっとした羽織として使っていただいてもいいんですけど、私は基本ワンピースで着てることが多いです。ジレを羽織ったりとか、インナー映えもすごくするので、ニットベストを着たりとか、ジレを合わせたりとか、すごい可愛いんじゃないかなと思います。でこれまたねリエンダで買ったアウターとの相性がいいので、ちょっとまだ暑いけど一瞬持ってきますね。はい、で私がリエンダで購入したコートが 2way ハイネックコートって言って、こんな風に、ね、ビッグカラーなんですけど、ここをね締めるとすんごくトレンド感が出るという可愛いコートでございます。コートと合わせて中からちらってね、こういうカラーが見えたらこだわってる感もあるし、こなれ感もあるし、今からの時期って結構アイテムを選んでるとどうしても全体的にダークトーンな仕上がりになるので、意外と今からの時期って夏よりカラーものを取り入れやすいので、なんかね大胆にバンとこういうカラーを取り入れてみるのもありなんじゃないかなと思います。余計な装飾がなくてすごく使いやすかったので、もう今から寒くなってきたら出勤にサクッて羽織っていこうかなと思ってます。まだアウター買われてない方、絶対このコートおすすめ。クリスマスのねデートにも着てほしいです。全部締めてももちろん可愛いので、このカスタムポーチバッグ、ベルトバッグっていうのもすごくおすすめで、こっちに携帯を入れて、こっちにまあリップとかいろいろ小物を入れれるようになってるんですけど、これ今斜めにショルダーでかけてるんですけど、ベルトがついてるので、このねコートの上から、はい、こうやってコートの上からウエストマークしちゃってもすごくかっこいいです。それでは次いきます。はい、お次はこちらでございます。これもねドレスレイブで
買ったんですけど、これね前がすんごく深いなので結構インナーはかなり必須かもしれないです。全体はこんな感じです。黒くてわかるかな、もうねネイビーなんですけどほぼ黒。これも最近購入しました。でこれも普通にこういう感じで中を例えばもうノースリーのハイネックとかだけにしてゴム袖ぐらいの雰囲気で着ることもできますし、もうしっかりねインナーをこうデコルテを見せるような雰囲気で着ても可愛いなと思いました。結構最近は私はこうコーディネートでいろいろ決めるというよりはそのもう着ればおしゃれになっちゃうようなワンピースに力があるものとかお洋服の力をすごく頼ってしまっているので、まあ、よくも、ね、いいんですけど最近ちょっとなんか自分的にコーディネート力が低下してないか心配なんですけど、まあね、ワンピースってその分ね本当楽ですよね。なんで最近はワンピースブームですということでこちらも着用しております。これはね結構インスタでお問い合わせがあったのでちょっと結構買ったのはね意外と1ヶ月2ヶ月前なんですけど、まあ一応入れ込んでみました。じゃじゃーん、こちらは私も結構インスタでよくおすすめさせていただいてるんですけどヘリンドットサイというブランドのワンピースでございます。これは、前後ツーウェイで着れてこっちが V で後ろは普通にこのクルーネックになってるデザインです。素材になっていてここはねコットン素材なんですよ。でこっちはねジャージっぽいストレッチが効いてる素材のあのね、すごく着心地が抜群なワンピースでございます。ベージュ系で合わせてみてます。でもね本当ねヒール結構ないとこれ私156センチなので階段とかもこうやって上がんないといけないし結構いろいろ気をつけないといけないところはあると思うんですけど、まあ、私で逆に着れちゃうんで私以上の身長の方とかは、まあ、あんまり気にせず着れるのかなと思います。はい、まあ、その時に一緒に買ったアウターがこちらなんですけどこんな感じで真っ白にしてます。これもヘリンドットサイという同じブランドのキルティングのアウターなんですけどこんな感じでねもう真っ白でサイドがこういうのリボンが垂れてるデザインでございます。すごくさ私こう白って膨らむとかあの着太りするっていうイメージもあるかと思うんですけどもうそもそもねビッグシルエットのものとかを選んじゃった方がなんか私はボリュームのあるデザインだったら黒で締めちゃうんじゃなくてそのボリュームを生かすようにあえてそういったちょっと膨らみの出る色とか軽く見える色とかを選びたいなと思うのででこれだったらオールホワイトでも可愛いのかなと思います。逆にあのタイトなものリブのハイネックトップを1枚で着るとかピタッとラインを見せたいものは黒とか濃い色をあの選ぶと服のその見せたいシルエットがより生きると思うのでなんかそんな感じで私は意外とものを選んでいるかなと思います。そしてラストはスタイルミキサーというブランドで購入しました。はい、こちらはですね一つ一つ手作業で作られたフリンジがすごくポイントのトップスなんですけどヘアリーニットっていうふわふわっとしたニットは今年とてもトレンドなのでよくいろんなところも出してるんですけど結構こういうの見るとちょっと毛足が短かったりとかしてぬいぐるみ感が出ちゃって甘くなるものが多いんですけどこれは結構毛足が長い結構長いんですよフリンジ一つ一つが。なのでね、そんな甘々な感じにならず、でも存在感抜群で、で毛も意外と長さがあるので寝てくれるので、そこまで体も大きく見えないです。こういったグラデーションでまとめるのもありですし、あえてのハードアイテムを合わせるのもいいと思います。はい、それでは以上で私の購入品紹介を終わりたいと思います。もうね、光の加減がちょっと下手すぎてすごく終始暗くなかったか不安なんですけどまたちょっとライトをきれいに設置してみたりとかしてうまく撮りたいと思いますのでちょっと今回は早急に撮らせていただきました。概要欄にいろいろ細かく載っていますしあと購入したものが全て今ご購入できる状態なのかっていうのもちょっと私も分かりかねる点が多いのでここからぜひ見ていただければと思います。はい、それではありがとうございました。